グアダルーペ軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13万1533人であり、2000年の8万9023人から47.8%増加した。軍庁所在地はセギイン市であり、同軍で人口最大の都市はコマール軍にまたがっているニューブロンフェルズ市である。 グアダルーペ軍は1846年に設立され、軍名はグアダルーペ側にちなんで名付けられた。グアダルーペ軍はサンアントニオ大都市圏に属している。グアダルーペ軍となった地域に狩猟採集型のパレオインディアンが住んでいたことがわかっている。その後の住人としては、トンカワ族、カランカワ族、キカプー族、リパンアパッチ族、コマンチ族などのインディアン部族が住んでいた。 1689年、アロンソ・デレオンが、グアダルーペの聖母に一んで、グアダルーペ側と名前をつけた。1806年、フランス軍主官、ホセドラ・バウムがスペインに対する奉仕への報酬として、テキサスの広さ2万7千エーカーの土地を受け取った。この土地が、エルカポテ牧場になった。バウムは後に、スペイン軍人になった。この土地特許は、メキシコ共和国からも、 再確認された。メキシコがスペインから独立した後、1821年に北部からイギリス系アメリカ人がテキサスに入り、メキシコ国民を名乗った。1825年、グリーン・デウィットがメキシコ政府にテキサスでデウィットコロニーを作るための請願を行い、政府から認められた。その範囲には現在のグアダルーペ軍の領域が含まれていた。 1827年から1835年、デビットコロニーの一部として、22家族が領域に入植した。1836年に、テキサスがメキシコからの独立を宣言した後、ゴンザレスレンジャーとテキサス共和国体役兵33人が、セギーンの町を設立した。ここは1838年に、ウォルナットスプリングスという名前で作られていたが、翌年、 テキサス革命で活躍したファンネポムセの正義員に、ちなんで正義ー員と改名された。1840年、バージニア州出身のマイケル・アースキンが、エルカポテ牧場を取得し、牛の牧場にした。1842年、テキサス共和国が、グアダルーペ軍を、司法上の軍として組織化した。しかし、テキサス最高裁判所が、司法上の軍は違憲であると宣言した。 1845年、ソルムス・ブラウンフェルスのプリンス・カールが元の司法上の軍北部でベラメンディ特許の1265エーカーの土地の所有権を確保した。1845年、アメリカ合衆国がテキサスを併合した後、1846年にプロイセンからの移民はウグスト・ビル・ヘルム・シューマンが SS、フランチスカ号でテキサス海岸に到着し、 グアダルーペ軍の土地188エーカーを購入した。それから間もなく、衆議会がベア軍とゴンザレス軍の一部を合わせてグアダルーペ軍を設立した。1846年、米国戦争の間にドイツ人移民の荷車隊がアウグスト・シューマンから軍内の土地を購入した。翌年、ドイツ人移民によってシューマンズビルの町が設立され、 アウグスト・シューマンにちなんで名付けられた。1855年、キカプー族による襲撃があった。これがインディアンによる襲撃の最後になった。1860年、軍内には1748人の奴隷がいた。1861年、軍民投票の結果、賛成314票、反対22票でアメリカ合衆国からの脱退に賛成した。 軍からは南軍にいくつかの部隊を送った。南北戦争が終わり、奴隷が解放されると、解放奴隷局事務所が1866年に、セギ院に開設され、元奴隷と地域農夫の間の契約を監督した。1876年、ガルベストンハリスバーグンドサンアントニオ鉄道が、セギ院にまで達し、翌年にはサンアントニオまで開通した。1880年、 ドイツ人移民の数が軍人口の40%に達していた。借地農夫とザクミノリが軍内農園の25%を運営していた。1910年、メキシコからの移民が軍人口の11.5%に達した。1929年、ダーストクリーク油田で石油が発見された。1930年、借地農夫とザクミノリが 軍内農園の64%を運営していた。1982年、地域の労働力のうち、専門職とそれに関わる仕事、製造業、卸、小売業で60%を占めるようになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は714平方マイルであり、このうち、陸地711平方マイル。 水域は3平方マイルで、水域率は0.42%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。